どうも春風亭一之助チャンネルをご覧の皆さん、ハリウッドザコシショウです。なんか最近よく似てるって言われるんですけど、光栄です。ハリウッド一之助師匠です。そういうことで、今日はですね、皆さん落語とかこの一之助チャンネルで初めて聞いたっていう人もいるでしょうし、もうしょっちゅう聞いてるという、そういういろんな人のですね、今更聞けないとか、素朴な疑問、寄席落語に関する、Q&A ということでですね、いろいろちょっとご質問に答えていこうと思います。この間ツイッターで何でも、気軽に聞いてくださいとこう言いましたですね、結構質問が来ました。で結構ですね、それになんか、あ、こういうこと皆さん気になるのねというのがありましたんで、今日はそのご質問にもう率直に余すところなく答えていきたいなとそう思ってます。近眼なんで眼鏡をかけます。いい質問ですね。今全部メモしてきたんですけど、足はしびれないんですかという。しびれるに決まってんじゃねえかっていうのが今答えです、率直なね。ただですね、皆さんが、思うよりですね、落語家って結構動くんですよ。正座してこうずっと喋ってるとそれは足しびれますよ。ただ僕たちこう結構こう膝立ちになったりとか、ちょっと軽くこう動いたりなんかしてですね、後ろで、足を交差したりなんかして、結構しびれをこうをなんていうか解くというか、ほどいたりなんかしてこう喋ってますから、そうですね、だいたい15分20分でしたらしびれずに喋ることができます。30分ぐらいだと、その時の体調ですね。自分が元気か元気じゃないかによってしびれが変わってきます。で太った時、これは滝川李昌師匠は言ってましたけど、1キロにつきしびれが来るのが5分早くなるという、そういう方程式があるようでございますね。大体私もそれには賛成ですね。合ってると思います。ということで、足はしびれます。いいですね。足はしびれないんですかっていう、こういう質問大好きですよね。何も恥ずかしいことはないです。何でも聞いてください。次、お給料はいくらなんですかという質問、ありがとうございます。気になりますよね。落語家さんってなんでこう喋ってね、どうやってお金もらえてんのかな、お給料いくらもらえるのかしら。例えば今落語家になりたいなと思ってるあなたね、気になるでしょ。当然ですよ。あるかバカ野郎、給料なんかないよ。本当に冗談じゃないよ。歩合歩合喋った分だよ。みんな一席喋ったらいくら、二席喋ったらいくらっていう感じです。はい。ただですね、前座さんという身分があります。入門して、寄席に勤めるようになって見習い期間を経て、そうですね、経て1年ぐらい経ったら前座という身分になります。前座さんは毎日寄席で働きます。この寄席で毎日、着物畳んだり、楽屋でお茶出したり、高座で座布団をひっくり返したり、太鼓叩いたり、そういうことをすると上給と言いまして、定めるお給料の給で、固定のお金は1日いくらでもらう、それはあります。これはお給料といえばお給料なんですかね。いくらだか知りたいですか。教えるかバカ野郎。言えないよこんなとこで。少しです。いくらだっけ今。今前座がそこにいますけど、一応言っとくと、これ言わあんま言わない方がいいのもあるんですけど、一日、これですね、一日これってことは、ゼロが、3つぐらいですね。聞かない方が良かったでしょ。そういうことです。そこから2つ目真打ちに出世すると一席いくらもらえるようになるという、これが芸の道です。以上。落語家さんは女の人もなれるんですかということを言われました。そうですね、結構いますね。今ね、今こちらに東京河原版という雑誌のですね、東都寄席演芸家名鑑というのがございます。こちらを紐解くと、何人いるんですか女性は。真打ち2つ目が25人、前座さんが6人今いるそうです。結構いますね。
女の人でもなれますよ。安心してください。次、お、メガネをかけて落語をやってもいいんですかという質問が来てます。メガネ、今私はメガネしてます。普段はメガネかけないとよくわからないんで、かけて、生活してますけども、落語をやるときはメガネを外して落語をやります。そうかと思うと、そうですね、春風亭昇太師匠であるとか桂文珍師匠とか、メガネをかけたまま落語をやる人もいます。これはなぜなのかと聞かれれば当人に聞いてくださいとしか言いようがないんですけども、なんでメガネを外すか私が問われるならば、メガネを外さないでかけたまんまやると、メガネが曇るっていうのはある、やりにくい。あとメガネがだんだんずれてきたりもする。これ上げながらやるのは億劫だ、それとなんですね、全員がメガネをかけているキャラクター設定になってしまうっていうのありますね、落語をやるときね。こんにちは、院長さんいますか、おー、はっさん、お、全員が金眼の世界になってしまうので、ちょっと不思議なことになるのでかけないでやるという、要は、全てのキャラクターにですね、あんまり色がつかないようにという意味もあるんだと思いますよね。ですからメガネかけないでやった方がいいよって先輩方から言われたこともあります。そうかと思うと、もうメガネがですね、どっかの CM みたいですけど顔の一部ですと、そういう人もいらっしゃいます。昇太師匠とかもメガネかけてるキャラクターです。文珍師匠ももう若い頃からずっとメガネかけてらっしゃいました。古くは立花円蔵師匠なんかもメガネをかけて、メガネといえば円蔵師匠というイメージですから、ラグをやる時もメガネをかけてやる。それをするともう、あ、翔太が出てきた、あ、文珍が出てきた、円蔵が出てきたって、お客さんもね、こう分かりやすいですから。晩年の円蔵師匠、眼鏡取って人情話やってた講座見たことありますけど、お客さんがちょっとキョトンとして、誰なんだろうこの人はっていう状態になってましたから、やっぱり眼鏡って結構大事なんですね、かけてる人にはね。でも私は眼鏡はしないで落語やってます。分かりいただけましたか。次、扇子や手拭いはどうしてるんですか。どうしてる、これ扇子なんですけど、僕ら扇子買いません、手ぬぐいも買いません。中には買う人もいるかもしれませんけど、なんで買わないかというと、全部万引きですそうですよ、なわけないでしょ。真打ち披露というのがありましてですね、前座2つ目真打ちと出征していきます。真打ちになるとね、自分の名前の入った扇子を作るんですよ。これ5代目柳家小新さんという方のこの扇子なんですけども、これを挨拶代わりに配るんですね。真打ちになりました、よろしくどうぞってこう配る、でそれを我々いただくんです、挨拶の巻物としてね。だそれを使わせてもらうんですね。だから扇子は買ったことないですし、うちにこんなこと言っちゃなんですけど、腐るほどあります。腐るほど、腐らないですけどね、扇子はね、腐るほどあります。でその中から今年これ使おうかなという感じで、私は使いやすいものを1本2本ぐらい、年に2本ぐらい消費しますかね。だいたいこうやって開いたり閉じたりしてると、この辺が破れてきたりなんかするん で、破れたらもう使わない、それはもう扇子供養というのが行事としてありまして、谷中の禅師庵というところで延長期という8月の11日ですけど、その時に、ちょっとへたってしまった扇子は、お焚き上げで、ちょっと燃やすと、そういう行事がありますから、決して燃えるゴミの日に出したりはしませんのでね、意外とちゃんとしてんだ。手ぬぐいも一緒で、我々は買いません、その真打ち披露。あと2つ目昇進するとね、手ぬぐい自分の名前を入れて染めたりなんかするんですよ。今ここに持ってきましたけど、これは私が、真打ちの時に作った、もしくはお正月に染め直す手ぬぐいのこの一之助って名前が入ってますね。こういうものを正月に巻いたりします。挨拶で配ります。これをお互いこう名刺交換みたいなことをしますから、この手ぬぐいを使います。今、手ぬぐいはどうやって選ぶんですかっていう質問もありますね。だいたい私は
これぐらい今、着物の風呂敷の中に常時入れてるんですけども、うん、どういう風に選ぶかというと、着物の柄とか色に合わせて、今日緑の羽織ですから、こういうのを着てると、まあ、どういうのがいいのかなと選んで、そうですね、同じ同系色でこういうのを選んだりなんかもするし、ちょっと目立つように、島でこういうものを選んだりなんかしますね、こういうのもいいんじゃないですか、こういうのもね、その中で、一番フィットするものを選んだりなんかしますね、これみんな落語家もしくは講釈師の先生の手ぬぐいです、こういう使いやすいのがいいね、島とかね、こういう、模様、あとまあこういうお花柄ですけど、柄が細かいものっていうのは落語の邪魔にならないですから、こういうのは使いやすいですね、手ぬぐいはどこで買えるんですか、落語家の手ぬぐいはどこで買えるんですかっていうのは来てますね。売ってません。中にはあの商魂たくましい人はあの独演会のロビーとかで売ったりなんかする人いますけど、基本あの落語家の手ぬぐいって売らないですね、販売しないものですね、多分その売ってるやつはねイベント用として作ったものだと思うんで、落語家の手ぬぐいはまあ挨拶としてこうやり取りする、同業者もしくはお世話になってるお客さんにお渡しするというのが基本ですね。でもし落語家の手ぬぐいが欲しいなと思った方はですね、お正月ですね、お正月に急にこう寄席とかで楽屋訪ねて誰々さんにお祝儀を渡したいんで、いいですかってこう従業員の方に聞いてもらえれば、寄席の楽屋って結構入れるというか行けますから、そこで、何がしかこういう金品をもうお正月ですよ、お正月ですよ、お正月じゃないと落語家手ぬぐい持ち歩いてませんから、ご挨拶用の、お正月にこう一之輔さんにこうお年玉あげたいんですけどみたいなこと言ったら、いたらですね、はいっつって出て、これよかったらこれ今年もよろしくお願いしますみたいな、いつも見てます、はじめましてでもいいですよ、どうぞって言って、 ありがとうございますってこう受け取って、ああなるほどっていうなったら、じゃあ手ぬぐいどうぞっていうことになるんで、まあこれここだけの話ですけど、まあそういう生き物ですよ落語家って、お分かりいただけましたか、結構赤裸々に喋ってんね、次、羽織はいつ脱ぐんですか、大きなお世話だバカ野郎あのね、我々は羽織こう着てます、着物を着て、これを羽織と言いますね、でここに紐がついてますね、ちなみに羽織を着られるようになるのは、2つ目になってからです、見習い前座さんのうちは羽織は着ることは許されません、2つ目になると羽織を着て紋付きを着て、講座に上がることができます。いつ脱ぐか基本的に決まってません。よく落語を聞き込んだ人は、あれなんでしょう、落語を入る時にこう合図としてこう脱いでスッと行ってそのまま本題に入るんでしょね、分かってんだよこっちはなんてこと言ってる人はいますけど、分かってねえそいつは、関係ねえんだこっちはそんなこと。基本的にまあその一理あるんですけど、落語に入るね、例えば枕しゃべって、なことを申しますがね、こんにちはなんてことを言いながらこう脱ぐ場合もありますが、別に脱がなくてもいいんですよ、脱がなくてもいいです、ずっと着たまんま通す場合もあります、現に私結構羽織着たまんま終わる場合もあります、あともういきなり脱ぐ人もいますよね、高座上がって頭下げて、まあそういうことでってもう脱いじゃう人もいますね、こうですぐ脱ぐぐらいだったら着てこなきゃいいんですけどみたいなことを言う人もいますね、あと着てなきゃいけないっていう場合もあってね、例えば太鼓持ちというキャラクターが落語に出てきますね、太鼓持ちというのは人のご機嫌とってこうヨーヨーなんてことを言う、これはあの4月21日からの配信でうなぎの太鼓っていう落語をやってます、アーカイブ残ってますから見てくださいよかったらね、羽織ずっと着てますというのはお客さんに失礼にならないように羽織を着て商売するんですね、太鼓持ちってのはどうもんゃ大将なーなんてことを言いながら、で羽織着てないとちょっとおかしなことになっちゃうんで羽織着たまんま落語をやりますね、あとね効果的に脱ぐ場合もありますね、
効果的に脱ぐ、どういうふうに脱ぐかというと、例えば私がやる夢金という落語の中で、船頭さんが蓑をこう脱ぐシーンがあるんですけど、あー寒いなー、寒いなー、こう傘をこう取って、あーってこう羽織脱いで、こう雪がこうついてるっていう手で、寒くてなんねや、どうも、お客様というふうに、こう蓑を脱いだというのを羽織で表すという、そういうことをする場合もございます。基本的にルールはありませんので、いつ脱いでもいいという、そういうことですね。分かりいただけましたか。さっきのちょっとは関係してくるんですけど、これいっぱいいただいたんですけど、このご質問は、ご祝儀はいつ渡せばいいか、あとどれぐらい相場いくらぐらいなんだと、あとどのタイミングでどこで渡せばいいみたいなの、これ結構皆さん気になってる人がいるんですけど、難しいですねこれね。ご祝儀 いくらぐらいっていうことですか。いくらもらえば、基本的にだからいつっていうのは直接渡したいってことでしょ。寄席のさっき言ったんですけど、寄席の楽屋に芸人にご祝儀渡したいって言えば通してくれます、どれぐらい、いやあればあるほどですよね、何言ってんだって話、上限はないですよね。下とかそんなこと言えないでしょ。そんなどうなんでしょう、あなたが芸人だと思ってですね、心がときめく額こんまり的なね、これぐらいもらうと心ときめくな、わーっていうような額がいいんじゃないですかね。もう気持ちですよ、はい、いつでも待ってますんでよろしくお願いします。以上、落語寄せ、これはどういうこと、何なのよという Q&A でございました。今日はちょっと初級編で申し上げましたので、次回はちょっと落語詳しくなってきて、こんなこと気になるよという、それにお答えしようと思います。以上、ハリウッド一之輔師匠でした。